長倉です。今日はですね、まあ、やりながら進めみたいな話をしていきたいなというふうに思います。実はですね、本日、このね、常識の1ミリ先を考えるという、僕のですね、新刊が出ました。まあ、1年ぶりの新刊なんで、まあ、僕自身も非常にね、楽しみにしてます。まあ、非常にね、まあ、読みやすい本になってますんで、まあ、本屋さんで見かけたらですね、このピンクの色をですね、見てもらえればなというふうに思います。で、特に今回の本は、まあ、僕がですね、編集者時代に、やってきたことみたいな話をしているをメインで書いてるんだけど、本当に本ってね、すげえ大変なんですよ。これなんで本って大変かっていうと、こう出したらもう帰れないじゃないですか。出したら、まあ、帯をね、増刷の時に変えるとかっていうのは時々あるんだけれども、基本的にタイトルとかは絶対変えられないわけですよ。うん、正直ね。まあ、もちろんその、リニューアルというか、数年後に、例えばね、違う形で出すとかっていうのは全然あり得る。だから例えばこの中でも出したし、まあ、俺自身よくエピソードとして話してる、怒らない技術って本、累計100万部ぐらいいった本ってもともと違うタイトルで出てて、あんまり売れなかったんですね。それが、まあ、俺が怒らない技術っていうタイトルに変えて、出したことによって出し直したんですね。まあ、その最初のオリジナルも僕がやってたんだけど、で出し直した結果、ベストセラーになったりとかしてるわけですよ。うん、でもこれが例えばじゃあインターネットのマーケティングだったらどうだったかっていうと、例えばこうね、最初に出したタイトルがうまい字だったっつったらすぐ怒らない技術に変えようっつって、挽回できたかもしれない。でも本の場合ってそうはいかないんですよね。うん、だから俺は本ってすげえ大変だなと思うし、なんか本を作ってる人たちをすごいリスペクトしてるわけですよ。まあ、逆に言うと、まあ、インターネットのメリットって何かっていうと、やっぱりやりながらチューニングできるってことですよね。うん、お客さんの反応を見ながら、どんどん変えられる。まあ、極端なこと言うと、商品すらお客さんの反応を見ながら作れるっていうのが、できるのが、まあ、今の時代、まあ、ライブ配信しながらお客さんのお話を聞きながらコンテンツを作ることもできるしっていう意味では、まあ、それが最大のメリットかなというふうに思います。で、今日は何を話したいかっていうと、これを例えば人生レベルで置き換えた時にね、どう考えるかなんですよ。で、人生っていうふうに、考えた時に、まあ、俺がよくね、まあ、出会う人っていうのは何かっていうと、まだやってもいないのに、なんかこういうことが起きたらどうしようと、これについてどう思いますかとかっていう形で質問してきたりとか、心配する人がいるわけね、やってもないのに。うん、これってマジで意味ないなっていうふうに思ってて、インターネットのマーケティングのようにですね、まず走っていく、やりながらどん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 走っていく、で走っていってやるっていうことね。うん、だから本の時ってすごい大変だったのは、もう考えて考えて考え抜いて出す。で、そして出したらもうあんまり本単体についてはやれることが意外とないっていうのが、このね、本の大変さなんですよ。ところがインターネットの世界、そして俺たちの人生の現実の世界って何かっていうと、もうやりながらやれるわけね。やりながら考えるってこと。こちらは考え抜いて考え抜いてから出すんだけど、俺たちの人生とかインターネットで何かをやろうという人がいるんであれば、やりながら考える、やってから考えるぐらいでちょうどいいかなというふうに思うんですね。で、実際問題、やって考える、やって質問するっていう人の方が間違いなくスピードも速いし、成功する確率が高いなというふうに思ってます。で、これはまあ俺なんかもよくね、コンサルティングとかアドバイスするような仕事をしてるからっていうのもあるんだけど、本当にやってもいないのに質問する人って多いのね。うん、で、そういう人って別にいいよ、いいけど2回目アドバイスすることはないんだよ、ほとんどの場合。うん、で、やっぱり人生うまくやってる人って何かっていうと、行動して、こういうふうにやってみたけどこううまくいかなかったんですけど教えてください、教える側とか聞かれる側も行動してる人にはね、やっぱりね、教えるんだよね。で、そこで教えるじゃん。で、教えてまたそれを行動する、それでこうなりましたと報告する。で、報告して、報告と同時にまた質問するとまたアドバイスもらえる。それを何度か繰り返してたら、なんか本当にアドバイスをお互いがというかね、アドバイスがね、たくさんもらえるようになって、結果的にうまくいくっていうことが、なんか俺今まで見てきて、なんかそういう場面をいっぱい見てきたのね。うん、だから、なんか今日何が言いたいかっていうと、まあ今回ね、こう本を出してみて思ったのは、本当にきちいなと思ってるのよ。で、この本の中にも書いたけど、本出すたんびになんか胃が痛くなるみたいなね。編集者時代もそうなんだけど、本出すたんびに、マジで胃が痛くなるみたいな感じなのよ。本当ゲロ吐きそうになるわけ。だって本当夢で出てくるんだよね。本当一冊も売れなかったらどうしようとか。本当にそういう夢もよく見るし、実際本当に売れない本とかあるんだよ。ね、俺もなんかベストセラー連発とか言ってるけど、でも半分ぐらいの本はあんま売れてないわけですよ。うん、で、本当に売れなかった本もあった。うん、本当に売れてないかった時の本ほど一冊売れるありがたみとかあったりとかするわけ。これも面白いよね。だからこれもすごく教訓になるわけよ。やっぱ売れてる本だとなんか売れて当たり前みたいな思うけど、でもそんなことないじゃん。一冊買ってもらえるだけでも本当にありがたい。
だって全然関係ない人がこの一冊を買ってくれる。昨日なんかも、ね、自分がこう、ね、あのセミナーみたいなのやってたんだけど、移動力っていうね本をたまたま本屋さんで手に取って会いに来てくれた人がいる。そんなのさもう奇跡じゃん、うん、しかも買ってくれる、ね、その本屋で見て買うお金を出してくれる、そしてそこで会いに来てくれる、奇跡じゃん。でそもそもじゃあその本ができるまでに出版社の人たちと編集者の人たちと話し合いながら、そしてそういう人たちの、ね、手を借りながら本が出来上がっていくわけだ。印刷所の人、さらに本屋さんだってそうだよね、うん、だってあんまり正直ね、あそこまで売れてなかった移動力って本をその人は買って俺のところに今回来てくれたわけだけど、その本だって置き続けてくれたから、書店の人が、そして出版社の人も置き続けてくれたからその人との出会いがあったんだよ。それが例えば1日早く、撤収されてたらその人との出会いはなかったかもしれない、ね、だからそういうこととかっていっぱいあるんだよね。本当にいっぱいあるんだよ。だからそういった意味でね、あの何が言いたいかっていうと、そうやって奇跡の連続なわけじゃん物事って。だから結局その次にどうやってつなげるのかっていう奇跡なわけだから、次にみんながつながりたいと思うような関係性をどう作れるかっていうことなのかなと。その時に何も行動してない人ってやっぱり周りのね共感を呼ばないんだよ、うん、だから俺はまず行動しようというのを、なんか今回ね久々にこう1年ぶりに本出してみて、やっぱりこうやばいぐらいなんか気持ち悪くなるぐらいなんかこう緊迫感があるわけよ、うん、でもそういうのを思い出すと、なんかこう本以外のことって意外と動きながらできるなと、うん、だから動きながらできるものはもう泣いたけ動いた方がいいんじゃないという話で、まあ、今日は終わりにしたいと思います。ということでですね、出版記念講演会が11月の8日19時からあります。アーサー・ホーランドさんをですねゲストに呼んでという形でありますので、ぜひねそちらの方を参加してもらいたいなというふうに思ってますし、今回急遽ですね14日の、19時、見れないっていう人のために翌日、丸ごとですねそのままアーカイブ放送もすることになりましたんで、ぜひ参加してもらえればなと思います。ということでまた次回お会いしましょう。